どうもどうも、皆さんこんにちは。テックスタイルのテルです。さて、今日の動画はですね、普段皆さんが普通に使っている iPhone の設定次第でバッテリーの消費が早くなっているかもしれませんよっていう動画になっております。まあ、テックスタイルチャンネルでは、まあ、これまで、まあ、年間通してもそうなんですが、このバッテリーの消費に関わる、まあ、相談、質問、メッセージっていうのは、まあ、多くあるんですよね。まあ、特にこの iOS アップデート後っていうのは、まあ、ちょっと件数的には増えるのかなと思います。まあ、当然皆さんが使っている iPhone の設定というのはユーザーさんごとに全然違ったりするんですけれども、やっぱり相談者の iPhone の設定状況を確認させていただくと、まずは基本的なところの設定がちょっとね、こうばらついてたりだとか、あ、その設定だったらバッテリーの消費がね、ちょっと早く感じるかもしれないですねっていう状態が非常に多く見受けられます。あと、まあ基本的なところができていたとしても、使い方、まあ利用の仕方によっては、このバッテリーの消費がね、ちょっとまあ早く感じていたりだとか、当然やっぱり早くなってたりする傾向も強いものがたくさんありますので、まあ、今回はね、僕が知ってる範囲でこのバッテリーの消費を抑える設定であったりだとか、あとは使い方、利用の仕方ですね、ひょっとしたらこういうものを使ってませんかとかですね、こういう利用方法していませんかっていうところをお話をさせていただいて、その上で設定変更していただいた後にですね、ご自身の iPhone でこのバッテリーの消費がこれまでとちょっと変わったのか変わらないのか、そういったところもね、まあ、皆さんコメントいただければなと思います。なので今回のこの動画では、この iPhone のバッテリーの消費に関する、まあ、対策であったりだとか、ちょっと設定変更していただくポイントをご紹介していきたいなと思います。では最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。ではスタート。はい、ではですね、今回ね、この iPhone のバッテリーの消費を抑える、まあ、設定変更のね、ポイントを、まあ、基本的なところをね、お伝えしていこうかなと思うんですけれども、これね、結構数があるんですよ。で、その中でも、今回のこの動画では、まあ、重要なポイントを、まあ、それでもね、10個ぐらい多分あると思うんですが、その基本的なところに関しては、結構テンポよくお伝えしていきたいなと思います。まあ、ここですよ。ここを一回設定変更してみてください。まあ、こんな感じで、テンポよく皆さんにお伝えできればなと思います。で、その後にですね、ここが結構重要なんですが、皆さんの iPhone、ひょっとしたらこんな使い方していませんか?こんなものが入ってたりしませんか?とかですね、ここはちょっとね、解説を入れさせていただいて、結構重要なポイントになるので、ここももしそういう状態だったら、まあ、変更とかね、そういったところをやっていただければなと思います。まずは基本的なところ、ちょっと早いテンポで伝えていきますね。まず一つ目。まあ、皆さんが使ってる iPhone のね、モデルはどのモデルかわかりませんが、見ているディスプレイの明るさ。これ、マックスで見ている方、やっぱ非常に多いと思うんですよね。そこを少し下げるだけでも、消費っていうのは結構保たれます。早くなったりしなくなると思うんですよね。僕なんかは結構半分まで暗くして使ってますが、全く問題ありません。なので、明るさの調整を、まあ、自動でされている方もね、いると思うんですが、そこは手動で常に半分ぐらいまで落として、まあ、乱すと結構慣れると思うんでね。その明るさの調整をやってみてください。そして二つ目。バッテリーのね、低電力モードを使用する。まあ、これはね、あくまでもポイントとして聞いていただければなと思います。まあ、なぜかというと、僕低電力モード使ってないんで、はい。ここはね、使っていただくと当然バッテリーは長持ちするので、まあ、ポイントとしてね、把握、認識していただければな。まあ、こんなものがあるんだなと思っていただければなと思います。そして三つ目。三つ目がアプリのバックグラウンド更新。これが iPhone ね、設定が終わって、初期設定が終わっていると、まあ、デフォルトではオンになってるんですよね。で、これバックグラウンド更新、まあ、皆さん知ってると思うんですが、まあ、アプリがね、常に後ろで、ね、立ち上げてないんだけれども、後ろで常にこうなんかこう動いてたりする。まあ、動くっていうことは電力使うので、ここのバックグラウンド更新をオフにする。まあ、これをやっていただくと、バッテリーの消費を抑えることができますよっていう項目になります。そして4つ目。4つ目が通知の管理ですね。これね、僕の親とかね、iPhone 見させていただくと、もうバンバン通知来るんですよね。全部通知オンになってるんですよ。なので、必要最低限の通知、自分がちゃんと通知を受け取りたいものだけをオンにしておいて、まあ、あとはね、まあ、そんなに使わないアプリも多分中にはあると思うので、そういったところは、まあ、通知オフにしていただいて、そこの管理を見直していただくということですね。そして、5つ目。5つ目が、位置情報サービスの設定。ここも、iPhone の設定からね、位置情報サービスを選択していただくと、そこにアプリがずらーっと出てきます。
で、そこで、まあ、オフにするとか、1回だけとか、まあ、アプリを立ち上げた使用中の時のみかな、そういった設定変更ができますので、アプリを立ち上げた時のみのね、位置情報の変更にね、設定変更していただければなと思います。常に位置情報を取得するってなると、そのアプリを使っていなくても、iPhone 自体がその位置情報を取得しているので、そこでバッテリーが使われちゃったりしますので、まあ、その辺の変更をしていただければなと思います。そして6つ目、Wi-Fi、Bluetooth、モバイルデータの管理ですね。ここは、まあ、Wi-Fi 自体は、特に気にする必要ないかなと。まあ、Bluetooth とか、ね、モバイルデータに関してはね、常に iPhone が、まあ、モバイルデータ通信ができる状態に、まあ、しておいた方がいいんですけれども、まあね、5G のね、iPhone 使っている方であれば、5G オートでいいんじゃないかなと思います。あとは、Wi-Fi のね、設定管理を見ていただいて、例えば、まあ、自宅や会社はね、常にその Wi-Fi を使うんであれば、まあ、自動接続ね、オンにしておけばいいんですけれども、たった1回しか行ったことないところとかね、こう結構ね、今まで使った Wi-Fi の履歴とかもあるので、もうここの Wi-Fi 使わないなと思うようなところは、もう全然もう削除していってください。そういったところも Wi-Fi の電波を拾おうと iPhone はするので、まあ、そこでもね、バッテリーの消費っていうのは少しは抑えられるんじゃないかなと思います。なのでその Wi-Fi、Bluetooth、まあ、モバイルデータのところね、ここの設定の変更をもしできていないんであれば、やってみてください。そして7つ目、アプリの自動ダウンロードと更新ですね。まあ、これは皆さんがね、どのアプリを入れているかっていうよりかは、そのアプリが、まあ、結構ね、数、iPhone の中にね、たくさんアプリが入っている方であれば、1日、まあ、3日、5日の間に、どれか1つがアプリのダウンロード、自動更新がね、なされていると、当然バッテリーの消費が使われます。なので、そういったこうアプリの更新、最新のアップデート自体を自動更新にするのではなくて、手動で、例えば何かまとめてやるとかですね、Wi-Fi 接続の時にまとめてやっちゃうとか、そういう設定変更をしていただければなと思います。はい。ではね、次はですね、この iPhone のバッテリー消費を抑える設定変更のポイントではなくて、確認していただきたいポイントになります。それは iPhone のバッテリーの状態、そして iPhone を使っていく、まあ、利用方法みたいな感じですかね。そこが基本的な確認していただきたいポイントです。バッテリーの状態っていうのは最大容量のことを指します。まあ、設定バッテリー、バッテリーの状態、最大容量ですね。まあ、一応、まあ、iPhone のね、モデル、皆さんどのモデル使っているかわかりませんが、バッテリーの充電サイクルっていうのは500回と言われております。ただし、今現在の最新の、まあ、15であったり、まあ、次の16もそうなのかな。まあ、1000回サイクルっていう情報もありますが、基本的に、例えば、まあ、14、13、12、11とか、まあ、このあたり使っている方っていうのは、まあ、500回サイクルで、まあ、2年以上使われている方であれば、もう 80% 台に来てるんではないかなと思います。そこで 80% 以下の場合は、もう交換してくださいねと。これは Apple の公式でもアナウンスされております。まあ、理由としては、その iPhone のパフォーマンスがね、保てないっていうことが、まあ、最大の理由なんですけれども、まあ、僕個人的に言うと、これが 85% であろうが、86% であろうが、iPhone のパフォーマンスは保たれてないと思うので、消費が早くなったりとかですね、何回も充電しないといけないとか、まあ、ここの最大容量のまず確認をしてください。で、基本線としては 80% 以下ですけれども、85、6% でも、ね、消費が早くなると思ってますので、そのモデル自体をまだ使うんであれば交換する。まあ、次の機種変更するということであれば、まあ、使い切っていただいてもいいのかなと思います。あとはね、この Apple Care の保証の兼ね合いもあってですね、ひょっとしたらね、バッテリー交換が無料でできるケースも、まあ、中にはいるんですけれども、まあ、その辺はちょっと個別相談っていう形になります。あとはね、iPhone の利用なんですが、特に今のこの時期ですよね、まあ、日本全国どこ行ってももうクソ暑いんですけれども、まあ皆さん iPhone にはケースやフィルムつけてますよね。その上で、例えば車内のダッシュボードのね、車のダッシュボードの上に置いたりすると、高熱で、まあ、iPhone がね、固まったりフリーズしたり電源が落ちたり、高温注意って出たりとかですね。要は iPhone 自体を適正な温度で使うようにしてくださいっていうことです。暑すぎてもダメだし、まあ寒すぎてもダメ。まあ寒すぎるっていうことはね、あんまり日本では考えられないんですが、今この時期のタイミングだと暑すぎるっていう方が多いと思うので、その上で皆さんがフィルムやケースをつけているっていうことは、iPhone にこう熱をこもらせているっていうね、まあその認識のもとでケースやフィルムを使っていただければなと思います。まあ、結構ね、暑くなったりして、まあ冷蔵庫入れたりとか、あとまあ冷えピタ貼ったりだとか、
昔で言うとなんか10円玉置いたりだとか、なんかそんなのありましたけれども、ケースとかフィルム剥がすのが一番早いので、まあ、それをやっていただければなと思います。まあ一応ね、この基本的なところ、まあもっと細かいところに出すとキリがないんですが、基本的なところとしては、今8個、9個ぐらい言ったのかな。まあその辺の設定変更のポイントであったりだとか、確認していただくポイントを、まあ皆さんの iPhone で一回ちょっと操作してみてください。でその上でね、全く別で、ひょっとしてね、今見ていただいている iPhone ユーザーの方、iPhone の中にセキュリティアプリ入れてませんか？もしセキュリティアプリ入れているのであれば、まあ、僕これ個人的な見解ですけれども、消費を抑えようとする設定変更をいくらやったとしても、そのセキュリティアプリ自体がガンガン消費させます。これはやっぱりセキュリティっていうのは、まあセキュリティね、こう動作したり動作しなかったりとかね、これだったらセキュリティにならないので、このセキュリティアプリ入れている方っていうのは常に動いてます。これがあることによってバッテリーの消費っていうのは、まあどうだろう。このセキュリティアプリ入れていない人からすると、まあ 20% ぐらいね、負荷かかってるんじゃないかなと僕は思っております。あとはね、まあ VPN 接続、まあセキュリティアプリ入れている方であれば、まあ VPN 接続されていると思うんですが、そういった接続方法をすることによっても、やっぱりね、こう、迂回して、こう、迂回するというかね、こう、接続方法が違うので、そういったところでもバッテリーの消費っていうのは著しく、ね、早くなる可能性が高いのかなと思います。なので、この iPhone の使い方っていうよりも、ひょっとしたら皆さんの iPhone の中に、例えばまあ、キャリアさんの方で勧められたとかですね、やっぱり何かウイルスが怖いからセキュリティアプリ入れておこうと思われている方、僕の個人的な話をさせていただくと、iPhone にセキュリティアプリはいりません。必要ありません。でその上でもやっぱり入れておきたいということであれば、それを犠牲にバッテリー消費が早くなるっていう認識は持っておいた方がいいのかなと思いますので、まあ、そこはね、やっぱりこう iPhone のユーザーさん、ね、セキュリティアプリ入れている方、入れてない方ね、やっぱりもうバラバラだと思うので、そういったアプリを入れている方は、比較的バッテリーの消費が早いっていうまあ傾向があるのかなと思いますので、まあ、その辺はちょっと抑えておいていただければなと思います。まあ、結構ね、こう原因がわからない、原因がわからないっていう方もね、非常に多くいるんですよね。でその中で相談に乗っていくと、こうスクショとかね、いただいたりすると、あれひょっとして、何々社のこのセキュリティアプリ使ってますみたいな。あ、入れてますとか、ね。おそらく原因はそれですね。一回オフにしてみてくださいとかね。一旦削除してみてください。でそれでまあ一週間ぐらい使ってみてくださいっていうと、バッテリーの消費は、まあね、こう長くなったっていう報告は結構あるので、まあ、その辺は、まあ、こう、ユーザーさんの判断に委ねたいなと思います。っていう感じで、今回この iPhone のね、バッテリーの消費っていうのは結構、iPhone ユーザーの方であれば、まあ、シビアに見てる方もいれば、まあ、僕みたいにね、あんまり気にならない方もたくさんいると思うんですけれども、とは言ってもね、やっぱりバッテリーは長く持たせておいて損はないと思うので、まあ、ちょっとしたね、設定変更するだけでも、まあ、全くね、僕みたいに違いますので、まあ、その辺はね、ちょっと参考にしていただければなと思います。まあ、その他ね、iPhone の不具合や質問、iPad、Apple 製品の質問等があれば、この動画下のコメント欄に入れていただくか、X のね、DM 相談を活用していただければなと思います。では本日も最後までご視聴していただいてありがとうございます。ではまた。